夜桜を撮りに来ました。それではプラハの写真をどうぞ。前回はですね、こちらの写真で泊まっていたかと思います。いやー、赤い屋根がやっぱり綺麗ですね。いやー、これ結構いいアングルなんじゃないですか。前の方に赤い屋根が並んでいて、まあ奥の方も赤い屋根で、本当にこれまあ高台のところから、高台というか、まあ、プラハ城の、端っこの方から撮った写真だと思うんですけれども、上の方から撮ると非常に綺麗ですね。これ現物で見た方が綺麗ですよ。お城の周りですね。これはラテ、この日はホットドッグの他にもう一回サンドイッチらしきものを食べたんですね。そう、私ですね、ここにガイドブックがありますけれども、絶対に旅行には紙のガイドブックを持っていく派です。で、まあ今回この時は違うんですけど、普段は絶対地球の歩き方を持っていてですね、で、あの情報たっぷりの本を、飛ぶ機内の中で、現地に向かう目的地に向かう機内の中で、読む、で読んで予習するっていうのが、すごく好きです。あの情報量が多いので、まあ、読み応えもありますし、あのなかなか実は読み切らないんですね。途中で寝たり他の映画を見たりしてしまうと。なんで読み物として非常に楽しいですし、まあ、情報量も多くて、なおかつ行った先の、まあ、文化背景だったり、そういった面にも非常に興味がありますので、まあ、そういう読み物として、読んで楽しんでるっていうところが大きいですね。はい。いやー、綺麗ですね。どこから撮ってもやっぱり絵になります。あのですね、私の記憶が正しければ、このプラハ城の、すぐ入り口の近くにあるスターバックスっていうのが、まあ、世界で一番景色のいい、まあ行くべき、世界の中でたくさんあるスターバックスコーヒーの中で、行くべきスターバックスコーヒーの一つだっていうお店になっていたっていうふうに記憶しているんですけれども、それがまさしくこちらですね。で、これがこの部分に私も行ったんですが、そこから見える景色っていうのがまさにこういった感じで、これはもう唯一無二ですよね。ここのスターバックスでしかやっぱりこの景色は楽しめないかなと思います。これがお城の入り口の前ですね。そう、お城の外なんですけれども、まあ、そこでも絵になりますよね。はい。で、これはそのお城の入り口のところなんですけども、プラハ城の入り口のところなんですけれども、まあ、こういった形で、憲兵というのか、越兵ではないですね。憲兵というんですかね。あの、綺麗に着飾った兵隊さんが立っておりまして、で、時間によっては、交代式っていうのをやるんですね。まあ私それも見てきました。こういった形でかっこいいですよね。あの銃をこう、なんて言うんでしょう、こう振り回すというと乱暴ですけど、まあ銃を使った、まあ、何らかの式典っていうのを、簡単にやって交代するという形です。お、黒ビール飲んでますね。皆さん、あのビール飲まれますか？ビールの種類にピルスナーってあるのご存知です？実はこのピルスナー
ていうのがチェコ発祥なんです。なんでビール好きの皆さんはぜひ行かれてみてください。本場ですからね。なんか恥ずかしいですね、自撮りしてます。ビール美味しかったんでしょう。これは確かなんか有名な教会だったんですよね。入りましたね。ほらこのこう教会にあしらってある装飾だとか絵画だとかそういうのがものすごい綺麗でしたね。ほら綺麗でしょ。中庭ですね。そうですね、日本のお寺とか神社もそうなんですけれども、ヨーロッパの教会に行くとよくこういった形で改築っていうのをやってますね。やっぱり古くからあるものなので、保守これをちゃんとしていかないと後世に、伝えていけないってことなんでしょうね。ほらこのもう一個一個の彫刻がすごく精巧にできていて綺麗だと思いませんか。私こういうところを目の前にするとですね、もうずっと見ていられるタイプですね。綺麗ですね。これはまた別の教会？いや同じ教会の違う建物なんですかね。ほらすごく豪華ですよね。ちなみに教会によっては内部で写真を撮ってはいけない、動画を撮ってはいけないというところもありますので、そういった場合にはコロナが明けて現地を訪れるそういった時に、撮影禁止となっている場所にはぜひ、ご協力をお願いするというのは私は変ですけども、そういったところの写真撮影というのは慎みましょう。さあ一旦プラハ城の周りを出ました。また別のところに行った、あ思い出しました。これはですね、これから高台の方に行ってプラハの全景を眺めよう、そういったところですね。そうこのタワーの上に登ったんですよ。おそらくちょっと後見てみないと分かりませんが登ったんですよね。ほら綺麗でしょ。あ見えてきましたよ。そうプラハ、そうこれが、先ほどご紹介したプラハ城ですね。でそれの周りの建物たちっていうのが並んでいる、そういった絵が、このタワーの上から見られます。いや本当に綺麗だな。これ本当に実物だと全然もっと綺麗ですからね。コロナが明けたらぜひ行ってみてください。本当に屋根この赤がすごく鮮やかというか、それでいてケバケバしいとかそういったことはなくて、うまくこの街の雰囲気に溶け込んでいる、マッチしている、これは本当にプラハにしかない絵。赤い屋根屋根が並んでいる街っていうのは他にもたくさんありますけれども、それぞれの街にそれぞれの赤があるような気が私はしておりまして、プラハの赤っていうのはやはりプラハでしか味わえない、楽しめないものだと思います。夕日に当たっても綺麗ですね。これタワーの上だと思うんですけれども、一緒に、プラハのこの綺麗な光景を眺めていた、観光客の一人に、この女性の方がいらしたんですけれども、服の間からですね、タトゥーが見えておりまして、夢と書いてありまして、非常にいいタトゥーではないですか。
ご本人がその意味分かってるのかどうか分かりませんけれども、あ、面白いなって思って撮った写真ですね。同じ絵がたくさんありますが、本当に綺麗だって思ったんでしょうね。で、またこちらのケーブルカーっていうのかな、これに乗って降りたということでしょうね。またビール飲んでますよ。でもこれは高台の上からですかね。この色ってことはもしかしたらピルスナー、本場のピルスナーでしょうね。お、これは撮ってもらった写真ですね。そう、これ坂道を降りてたんですけど、途中で坂道のところに腰掛けて読書をしているお兄さんがいまして、そのお兄さんに頼んで撮ってもらった写真ですね。いやー、笑えてませんね。ちょっとお恥ずかしいです。私、旅先に行ったら基本的にというか絶対に現地の人、もしくは他の人にですね、カメラを預けて写真を撮ってもらうんです。Would you take a picture for me? とか言って撮ってもらうんですけれども、それなぜかって申し上げますとですね、昔24の頃にゴールデンウィークを使って台湾と香港とマカオを回ったことがありまして、で帰ってきて、で会社に行ってですね、会社の先輩にどうすか、めっちゃいいでしょって言って、進めたというか、写真を見せて自慢したことがあって、でそのいろいろひとしきり自慢した後に、その先輩の方が、お前自分の写真はないのって聞かれて、で昔から一人旅好きなんで、風景の写真を自分で撮って、自分の写真っていうのは基本的に他の人にカメラを預けて撮ってもらわないと、撮れないですよね。で時にはちょっと恥ずかしかったりして声をかけられなくて撮れなかったっていうこともあるんですけど、その台湾と香港とマカオを巡った時っていうのは撮らなかったとか撮ってもらわなかったんですね。でなんで自分の写真はない状態でその先輩に自慢してたんですけども、その先輩の人は、お前が一緒に写った写真ないのかっていうふうに聞いてきまして、それなんでかっていうと、その綺麗に撮った風景画なんていうのは、プロのカメラマンももちろん撮ってるし、他のいろんな人たちもそういった絵っていうのは撮っていて、言ってしまえばオリジナリティがあまりないと。ただ、その自分が入ってる写真っていうのは、もう自分しか持っていない写真だっていうことで、結局ですね、その後から振り返った時に自分が入っていない写真っていうのはあまり見なくなるんだよっていうふうに言われまして、いやその時すごく納得したんですよね。なんでそれ以来、行った先に一人旅だとしても1日1枚は、なんで1週間行けば7枚は最低でも撮ってもらおうっていうふうに決めて、回るようになりましたね。なんで今回もこの日、これ初日ですけど、初日は多分この2枚だけだったんでしょうね。はい。で、これおそらく、夜の8時、9時ぐらいだと思います。6月に行ったんですけれども、緯度が高いんでね、プラハ、チェコ。他のヨーロッパの地域もそうだと思いますけど、日がものすごく長くて、長い間楽しめますね。おお、また飲んでますね。これは晩ご飯を食べに行ったんですね。あんまり美味しかった記憶はないので、そこそこの味だったんでしょう。デザートもあったと。これ確か初めてのヨーロッパでビビって、もっとコアな感じのものを頼めばよかったのに、おそらくトラベラーズメニューみたいな、トゥアリストメニューですね。そういうちょっと安易なものを頼んで、味もそれほどでもなかったっていう感じでしたね。やっぱこの電車がレトロな感じがいいですよね。はい。
これホテルに帰った後ですね。いやー、そう、だいぶ日焼けしました。うん、先ほど日が長いって申し上げたじゃないですか。だから本当に一日中日に当たってるんですよね。で、まあ余裕だって思って日焼け止めなんぞは持っていかなかったんですが、これもう次の日激痛でした。うん。紹介したような神社とお寺、貼り付けるのはニテラ、帽子はいつもニュエラ、家具を買うのはイケア、壁の扱いは欲しけら、ステーキはミディアムレア、ご覧の通り中身ペラペラだけど今後に期待チェケラ。